書は白と黒の中で喜びだったり悲しみだったりとか全て表現できる、そういったところが魅力ですかね。アルプスピアホームプレゼンツ町の翼信州きらり人、この番組はアルプスピアホームがお届けします。伊藤凛さん、路上やイベントでのライブパフォーマンス、そしてワークショップの開催など書道を通して様々な活動をしています。伊藤さんの創作活動のきっかけは大学生の時、詩を書くことから始まりました。倫理学を専攻していた伊藤さん、深く倫理学を勉強すればするほど自分の存在価値という哲学的な問題と葛藤する日々が続きます。暗く悲しい心の葛藤、もし自分と同じ思いの人がいたら少しでも共感し勇気が湧くような言葉を送りたい、そんな思いで詩を綴っていました。そうですね、人が悩まないようなことできっと悩んでたんだと思います。周りの人には気づかれないように、逆に元気だったりとか奇抜な格好をしたりすることで楽しんでるんだなみたいに見せてました。独自のスタイルを探し続けた伊藤さん、書で気持ちを表現するためペンを筆に持ち替えます。漢字一文字で人を感動させられたらなって、思ってることを一番書けたらいいなとは思うんですよ。表現ができたらなって、いろんな生活の中で人それぞれがありのままでいいっていう、伝えるっていうより感じてもらえたらなって。心が動く章、今日も伊藤さんは筆を走らせます。この番組はアルプスピアホームがお送りしました。